はい、皆さんこんにちは、デフです。今回は放置少女8月25日アップデート放送をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで早速、ロビーの方でアップデート情報を読んでいきましょう。まずは公式アートブックについてのお知らせということで、放置少女初の公式アートブックを128ページから内容充実のため160ページに増量することになりました。増量によりお届け予定日が延期になりました。お待たせして申し訳ございませんということで、まあこちらのね、今サンプルで画像があるんですけども、まあ脱皮とか伏せ光合とかの、まあ、説明とか、まあいろいろ載ったファンアートブックみたいなのが、まあ、あるみたいですね。で、その下に、詳細やご予約はこちらからと、まあアドレスがあるので、もしこれこういう本に興味がある方はロビーとかツイッターでもやってたんでね、うん、ツイッターでも公式のね、うん、ツイッター行って予約のアドレスがあるので、まあそこから予約してみたらいいんではないでしょうか。はい、ということで、運営の宣伝もこれぐらいにしておいて、次はラッキー割引ですね。期間限定イベント開催中、開設中か、毎日ランダム6から9割引きでレアアイテムを購入するチャンスをゲット。レアアイテム恋文ラッキースター券、10時間高速戦闘券、5時間高速戦闘券、覚醒弾、副将訓練書、これでレベル書いてないな、宝石券、潜入育成弾ということで、期間が8月25日火曜日12時から8月27日木曜日23時59分となっています。まあこれたまーに来るやつですよね。もうものすごくレアなイベントで、その期間中かなり安く、まあ元宝だと思うんですけど、恋文とかラッキースター券とか、元宝じゃないな、これはどうなんだろうな、課金のお金で買うのかな、ちょっとこの辺は記憶曖昧ですけど、まあレアなアイテムが、まあ、買えるよという、ラッキー割引というイベントが来ますね。これすごいレアなイベントなので、もしなんか欲しいのがあったら買ってみてもいいかもしれませんね。元宝だったらね、ちょっといいかもしれません。そして、こっから再販枠ですね。羅生門の鬼ということで、茨城童子が登場。悩みを捨て一緒に飲みましょうということで、期間が8月25日火曜日12時から8月30日日曜日23時59分となってます。はい、ということで今画面に出ている茨城童子が再販ですね。初再販かな、うん、だと思うんですけど、まあこちら、まあ詳しい内容は明日改めて、なんだ、副賞解説の再録の方の動画上げたいと思うんですけども、まあ、すぐ気になる方は、再生リストから、実装当時のかな、実装当時の評価した、茨城童子の動画があるので、まあ、そちらご覧くださいと。まあ、茨城童子っていうのは、まあ、連撃と範囲攻撃、スキル1、スキル2、で、どっちも持ってて、まあ、流血をメインで使っていく感じの副賞ですね。まあ、バフ消しも持ってて、まあ、連撃に バフ消しがついてて、まあ、撃殺取れると流血、敵残り5名にも流血状態にさせることができるよというやつですね。で、スキルにはまあ単純に流血だった場合必ずクリティカルになる範囲攻撃。で、面白いのがやっぱりパッシブスキルの3番目ですね。復活を持ってるんですけども、まあ復活だけでなく、復活後敵6名を3ターンの間流血状態にさせるということで、まあ流血マシーンですね。うん。僕的には、少し前、結構前かな、闘技場ベストイレブンという動画をやったんですけども、まあ、その時に茨城童子入れさせてもらいました。まあ、それぐらい、まあ、流血に関してはかなり対人では有効なバフですので、まあ、もし流血欲しいなって方は、茨城童子考えてみてもいいかもしれません。はい、ということで次行きましょう。味覚狩りということで、収穫の秋、序章と共に、一緒にお酒を作りましょう。美味しいお酒も少女の笑顔も全部いただきますということで、期間が8月25日火曜日12時から8月30日日曜日23時59分となっています。おそらく UR アバですかね。どこにいるかな、全然名前が目に入ってこないけど、序章だよね。結構前か、そんなことなくない。あ、いたいた、結構前のキャラクター。これ、いや、違う、これ、女皇だ。味覚狩りですもんね。味覚狩りだと、ちょっと前なのかな？あ、いたいた、これだね。味覚狩りの序章ということで、まだ UR なので、まあ、詳しくは見ませんが、まあ、UR 戦に早くなってくれるといいですね。ということで、
まあ、こちら UR アバの再販ですね。はい、ということで次行きましょう。次はラッキースターですね。ラッキースターイベント再開。猛角、長宝、北条が一斉に登場。かっこいい少女たちと一緒に戦闘しようということで、期間が8月25日火曜日12時から8月30日日曜日23時59分となってます。はい、ということで猛角ですね。と、まあ、最近ですよね、長宝。うん、最近の子も、まあ、ラッキースターに出るようになりました。そして、まあ、最近 UR 戦アバターになりました、北条ですね。はい、ということで、まあ、この子たちの UR がラッキースターにて登場しますので、まあ、欲しいキャラの確定取っておいていいと思います。はい、ということで次行きましょう。コーンギフトですね。1回購入すると、原宝50、2時間高速戦闘券が ×1、高級ガチャ券が ×1 が7日間毎日もらえますと。期間が8月25日火曜日、12時から8月31日月曜日、23時59分となってます。そして、栄華銀月の方がちょっと変わったのがありますね。豪華なプレゼントをゲットしようということで、小石パック小と小石パック大というのがあります。小から行きましょう。原宝180、小石180と。で、大の方が原宝610、小石610ということで、小石というのがラッキー割引イベントの商品購入に使うアイテムですということで、原宝ではなかったですね。うん。やっぱ小石というアイテムを、まあ課金で買って、で、その小石でイベント商品、まあレアなアイテムを買うみたいです。まああとは一緒かな。そして百花美人ですね。こちら。今、学神が来ているところですね。今回の限定ガチャに義援が登場。獲得した新章交換券は他の副将の絆に交換できるよ。ということで、期間が8月25日火曜日12時から8月31日月曜日9時59分ですね。失礼しました。となってます。はい、ということで、まあ、学神と入れ替わりで義援がやってきますよと。これね、どっちもいいんですよね。義援確か命中奥義絡んでましたもんね。で、学神は SSR だけで獲得できる、これ見れないのか？そうだね。五子了承でいいのかな？うん、これ結構強い、SSR だけの奥義なんですけども、まあ、これに絡んでいるということで、まあ、これ優先的に取ってもいいんじゃないかなって感じですね。で、義援も、おそらく命中奥義に絡んでたんじゃないかなと思うんですけど、義援の SSR は確か、そうですよね。命中奥義。で、ダメージ反射奥義にも絡んでいるので、しかも義援は両方絡んでますね。10% と 8%。取りやすい方のダメージ反射奥義、2つに絡んでい、1個は取りにくいのか。でも1つは取りやすい方ということで、まあ、この命中とダメージ反射、これ両方かかっているので、まあ、義援も取っておいていいと思います。持ってなければね。うん。はい、ということで、限定ガチャに義援が登場しますよということです。はい、ということで、今回のまとめは、まあ、再販枠に茨城童子、そして上昇ですね。で、ラッキースター入れ替え、で、百花美人に義援と、ですね。そして、まあ、こう運営の運営さんの宣伝になってしまいますが、こういうファンアートブックが予約受付中ということで、まあ、お届け予定日が延期になりましたよというお知らせですね。はい、ということで、本日のアップデート情報はここまでになります。チャンネルの登録、ツイッターのフォローなど、ぜひよろしくお願いします。はい、ということで、ここまでお送りしたのはデフでした。おつデフ。